男性の経営者の方で、生年月日がですね、昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間にお生まれになった方、経営者の方でしたらね、基本的な年金の形というのは次のような形になります。まず60歳代前半ですね、60歳から65歳になるまでは、報酬比例部分というですね、年金を受け取っていただくと。ただ経営者の方の場合は、この報酬比例部分がですね、年金と報酬との調整の仕組みにかかってしまいまして、全額支給停止になるという方が多いと思います。で、65歳になられましたらね、老齢基礎年金という年金は報酬との調整の仕組みがありませんので、全額受けていただくことができるんですけれども、老齢厚生年金の方はですね、やはり報酬との調整の仕組みがありますもので、全額あるいは一部支給停止になる方が、経営者の方の場合はほとんどだと思います。一方、これらの経営者の方でもですね、役員報酬最適化といいまして、役員報酬の年間総額は変えずに、支払い方だけを変えることによりまして、60歳からの報酬比例部分も全額ではないですけれどもね、受け取ることができるようになります。一方、65歳になられた後もですね、老齢基礎年金だけではなくて、老齢厚生年金を受け取るということも可能となります。役員報酬の最適化を活用することで、全額老齢厚生年金を受け取るということも可能となります。ご関心がございましたらお問い合わせください。